はい、どうも、優しいお兄さんです。今回はね、久々にニュースね、撮って、行こうかなって、お兄さんちょっと思っておりますね。でね、画面もちゃんとこうやって配置してね。で、右側にあるこの画面、これはお兄さんがいつも使っている、Firefox ですね。で、これにお兄さんが調べたいものを入力して、それをみんなでね、一緒に見ていこうねっていう、動画になりますね。で、お兄さんよくゴシップ記事とかね、そういうのを見に行っちゃいますんで、見たくない絵とかね、画像入っちゃうかもしれませんけれども、もしね、そういうの苦手な方っていうのは、あらかじめね、お兄さんの今の説明を聞いたら、他のチャンネルもしくは別の動画にね、行っていただければなというふうに思います。それではね、右下、左下にね、今映ってんのが、時間ね、今現時点の時刻は14時5分、ね、回ったとこ。そしてね、こっち側にあるね、これ。これね、お兄さんちの野獣です。ね。野獣さんがね、この中央におりますけれども、この野獣さん、今、多分、寝てんだろうね。そんなこんなでね、やっていきたいと思います。それではね、お兄さん、今回何を調べていくのかと言いますと、皆さんご存知ですかね。ウェイパー、ね。あれ、ウェイパー、これ調味料。中華料理の、調味料、これでチャーハン作ると美味しくなったり、ね、野菜炒め作ったりすると美味しくなったり、するんですけれども、このウェイパーね、知らないよっていう方も多分ね、非常に強烈なデザインの、商品、調味料なんで、見たことはあるっていう人も多いかもしれないですね。で、お兄さんよくね、ご飯自分で作ったりするんで、このウェイパーっていうものを結構頼りにしてます。で、このウェイパーでね、麻婆豆腐なんか作ったりするんですけれどもね、これで作るとね、普通のそこいらのね、中華料理屋さんで食べる麻婆豆腐、これ食えなくなります。自分でね、味決めれるんで、ね、このウェイパーっていうのは非常に重宝する調味料なんですけれども、このウェイパーにね、一つ事件と言いますか、衝撃が走っているようでですね。私も自分ちの、弟からね、その話を聞いて、そうなのと驚いたくらいなんで、お兄さんもね、この動画をもってして取り上げたいと思いますね。それでは、やっていきましょうね。では、普通にウェイパーで打っていきましょう。で、ウェイパーね、ずっと使い続けてた人もね、もしパソコン開いてたりしたら、ウェイパーで調べてみてください。もう出てんね。一番上、ウェイパー好きな人は要注意。この4月からウェイパーの中身。そうなのよ。この、作ってる工場との契約が切れたとかなんとか、弟が言うにはなんか喧嘩になったとかなんとかで、多分契約が打ち切られるというところで、ウェイパー自体が変わってしまうと。で、今新しくコマーシャルやってますけれども、その、今までのウェイパーに代わって、前面に出していくっていうのが、ソーミシャンタンデラックスっていう商品ですよってね。だから今までのウェイパーは、ちょっと違うウェイパーになっていく。そしてね、これまでのウェイパーの味を引き継ぐのは、引き継ぐっていうかね、やっていくのがソーミシャンタンデラックスっていうものらしいんですけれども、
まあ、これね、まあ、とりあえず記事読んでいこうね。これ M39 っていうサイトさんの見てますけれども、ウェイパー好きな人は要注意。この4月からウェイパーの中身と味が変わるらしい。そうなのよ。万能調味料として大人気になっているウェイパー。もう使いまくってるって人も多いとは思いますけれども、実はこのウェイパーの中身がこの4月から変わっちゃうらしいです。これからもあのウェイパーの味を楽しみたいって人は要注意ですよ。めちゃくちゃ便利だったウェイパーなんだけど、ウェイパーはお湯に入れるだけでスープになるし、そうなのよ。中華スープになっちゃうのよ。で、あらかじめ卵と水溶きウェイパー混ぜといて、ご飯に混ぜて炒めるだけでパラッパラチャーハンができたり、そうなのよ。あのね、ラーメン屋さんで食べるチャーハンが普通にこれ一つで作れちゃうからね。で、スプーン一杯分、で、まあ、味調整していくみたいなね、ちょっとずつ入れてね、結構濃いめでなってますんで。で、まあ、めちゃくちゃ便利でしたよねってね。で、これを入れるだけで何でも美味しくなっちゃうから、一人暮らしの人や料理が得意じゃない人の救世主、メシアでした。本当だよね。お兄さんもね、ウェイパー使うようになったのは5、6年、もしかしたらもう8年前くらいかもしんないですね。まあ、これね、中国っぽいなんかこういうあれですけれども、まあ、実は日本の工場が作ってんだけどね。ウェイパーの便利さやばいわ。使うだけで料理うまくなった気がすると。わかるわかる。ウェイパーすごく便利だよね。あれ入れたら大体美味しくなるよね。チャーハンとか野菜炒めとか。そうなんですよ。お兄さん、これで塩ラーメンとかね、作ったりよくします。ね。あとは、もう絶品なのがね、四川風のその麻婆豆腐。もうね、これ使うとね、マジうめえから。花山椒でしたっけ？あれ、バンバン使ってね。顆粒だしやウェイパーはマジでチート。丼物料理とかご飯にちょこっとこれらを混ぜるだけでもう段違いにうまくなる。急に料理作ってって無茶ぶりされた時とか、これを覚えておくと便利ですよ。マジです。で、ということで、まあ、これからは、ソーミシャンタンデラックスがウェイパーになるようです。このパッケージっていうか、まあ、カンカンでおなじみなんですけれどもね。で、街ね、歩いてると、このウェイパーのトラックが走ってたりしますよね。もう、こういう赤にウェイパーって書いた、ね、真っ赤なトラックなんですけど。あのトラック欲しいなって思いながらね。で、まあ、ソーミシャンタン。もう全然見た目違っちゃいますけれども、中身はウェイパーらしい。だからもう違っていくウェイパーっていうのも食ってみたいなって思うんですけど、お兄さんもつい最近ね、またウェイパーカラッカラになっちゃったんで、買い替えたんですけどね。今そこ野獣のね、右の方面に冷蔵庫があるんですけれども、そこからね、まあ、見せてもいいかなって。まあいいや。ソーミシャンタンデラックスってのになりますよと。で、これっていうのはね、確かね、業務用でやられてたらしいよね。で、業務用でやられてて、で、一般家庭向けにこういうウェイパーっていうして売っていこうということで、もともとこれはこれで存在していたらしいです。で、ソーミシャンタンデラックスっていうコマーシャルも何日か前からか出てますよね。女の子と、あと、名前わかんないけどね、よく見る顔のおじさんね。で、まあ、これに切り替わっていくよと。業務用のものが、まあ、今後その家庭向けに、まあ、出していくよ。ウェイパーは、違うものになっていくよ。っていうことね。さて、そんなウェイパーの中身が、この4月に変わってしまうみたいなんです。そして今までのウェイパーの味はソーミシャンタンデラックス。これソーミっていうのね。受け継ぐんだそう。ウェイパーって見た目が中国丸出しだったから中国で作られてると思ってる人も多いとは思うけど、実は日本で作られてたんですね。そうだよ。ソーミ食品というと、ソーミのつゆなんかも便利で美味しいってことで人気になってます。
実はこれまで京都にある装備食品という会社が中身を作っていたのですが、2015年3月で契約が終了し、今後販売されるものは中身が変わってしまうそうなのです。そしてこれまでのウェイパーの味は本家本元である装備食品が装備シャンタンデラックスとして展開販売することになったそう。そもそも装備シャンタンデラックスを一般販売向けブランドにしたのがウェイパーで、当然中身は全く同じもの。これには巷のウェイパーファンも喜んだのだった、うん、実はこの装備シャンタンデラックスというのは前から販売していて、中身はウェイパーと全く同じ、業務用として展開してたのが装備シャンタンデラックス、うん、それを家庭用に販売していたのがウェイパーだったようです。ウェイパーよりもこっちの方が美味しいとかよく言われてたけれども、実は中身は一緒だったんですね。つうことでお兄さんが言ってんの、ここでね、まあ、あらかた、当たってるよねっていうことでね。あ、そう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 、なんか赤いやつね、ウェイユーっていうのもあったね。ウェイパーね、声優、近所の声優にはね、装備シャンタンデラックスまだ売ってませんでした。まだウェイパーと、あとウェイユーってのがあって、うん、なんとかデラックスならないなって思いながらね。これ単なるウェイパーのパチモンと思いきや、実はこれも装備 OEM だという話があるみたいです。へぇ、どっちが美味しいかは好みがあるからなんとも言えないけど、こっちは化学調味料、化学調味料無添加だから意外とおすすめ。タモリさんもこれを使ってみたいで、いいともで紹介したウェイユーを使ったラーメンが美味しいと話題になりました。手軽に味付けができるウェイパーを愛用していたが、パチモノっぽいウェイユーを初めて使ってみた。へぇ、どっちが安いのかな。ウェイパーね、結構700円くらいするからね。まあ、お兄さんの場合は、その、麻婆豆腐とかね、あとなんだろう、辛いスープにして、春雨ね、入れて、まあ、つるつる食べたりしますけれども、うん、なんで消費量が結構高いんです。1ヶ月で1個使っちゃうかな。これを機会に香味ペーストを使ってみるのも良さそう。あ、あるね、クックドゥね、出してるよね、これ。んで、ね、コマーシャルも、お母さんのいつもの野菜炒め、これ入れたら、息子がバクバク食うようになったみたいなね。なんかそんなありますけども。香味ペーストはウェイパーよりも断然美味しいって人も多いですね。使い方もウェイパーと同じようにお湯に溶かしてスープにしたり何でも使います。なので、ウェイパーの味が変わってしまってなんか合わないとか、装備シャンタンデラックスを使ってみたけどなんか違うって人は、香味ペーストにチャレンジしてみるのもありです。はあ、コンペストやべえ、チャーハンに入れたんやけど相当美味しい。まあね、何種類か用意してもいいかもね。まあただウェイパー慣れしてるお兄さんはウェイパー使っちゃうかな。ウェイパーっていうか装備シャンタンデラックスか。パスタにもいいんだね。そうだね、和風パスタっつう風になるかね。まあ、味濃いからね。コミペーストも、これね、チューブね、結構ちっちゃいのよ。もっとでかかったらね、まあ、コスパ的にどうなんだろうね。ウェイパーもなんかこういうタイプ売ってた気がするけど。何これ？ネギ？ネギご飯？何これ？貧乏飯だな。へぇー。美味しいかもね。いや、チャーハン食べたくなってきたね。まあ、つうことでね、まあ、こうやって、お兄さんの、ね、動画は、こういう風にね。え？何これ？びっくりしたわ。ピンクリボンウェイパー。ポテトチップウェイパー味。何？ウェイパーって今そういう感じなの？はあ、美味しい声、ウェイパー紹介。ウェイパーの公式サイトなんて初めて、あれ？野獣がいなくなったな。ね。餃子。餃子にも使う。チャーハン、八宝菜、春巻き、野菜炒めね。おひたし、
何カンペンチェズ、腹減ってきたな。チャーシューラオメン、ヘルシースープ。冬瓜食ったことないんだよねお兄さんね。まあなんかね、そういう大きなことがありながら、なんか告知かなんか出てないのかね。これはなんだ、販売元なのかな。販売元なのかな。何を売ってるのみたいなページもあったよね。何を売ってんの。ああ、うん、これもよく買ってる、よく買ってるけど、何これ。ああ、このこういう春雨ね、結構硬いんでね。お兄さんもっちもちの春雨が好きよね。まあいいや、これはいいとしてね。ああ、会社同士のトラブル、万能調味料ワイパーの味が変わる、原因は会社同士のトラブル。そう、販売元とね、製造元がなんかうんちゃらかんちゃら揉めたみたいなね。一般家庭ではなかなか出すことが難しい中華料理屋の味をプロ並みに再現できる万能調味料ウェイパー。ところがそのウェイパーの中身が変わるというのです。一体何が起きたのでしょうか。原因を詳しくご説明します。ウェイパーね。ウェイパーとは中国4000年って言われるとね、お兄さんまた首をかしげたくなるんだけどね。とりあえず中国の歴史が誇る高級中華調味料であり、とかなんとかね。そう、こういうあのペーストになってんです。なんでスプーンでね、ほじほじしてね、トントンってこう乗っけるみたいなね。で、ちょっと使ったら結構味濃いんでね。で、分量間違えるとね、どんなチャーハンでもしょっぱっ辛くなんでね、気をつけてくださいね。ああ、そうそうそう、こういうチューブも売ってますわね。ウェイパーの販売元であるなんとかと中身の製造元である総味食品との契約が3月末で終了してしまうことから、今後販売されるものは中身が変わってしまうそうなんです。マジか。つい最近買ったやつ、あれ4月に入ってから買ったからね。契約が破談になったきっかけは、発売したチューブタイプのウェイパー。製造元の総味食品は流れのパートナーが当社に無断で類似品を他社メーカーに依頼し発売することは、当社にとって看過できることではありませんでしたとコメントを残し、昨年の7月末に契約は破談。へぇ、これ勝手に作ったんだ。だってデザインさ、へぇ、そうなんだ。んで、勝手に作ったからっつって許さねえっていうことで、製造元が、これまで作ってた、総味シャンタン、これが継承していくってね。今までのウェイパーの味っていうのは総味シャンタンだったんだよっていうことだよね。で、ウェイパーがないと困るっていう方に朗報。今までのワイパーの味は本家本元である、総味食品が総味シャンタンデラックスとして販売を展開することになったと。総味食品は今まで業務用で販売していた、総味シャンタンデラックスを家庭用のサイズにして販売を開始。ああ。そうね。もともと、ね、味変わるっていうワイパーもどんな味がすんのかね。気になるっちゃ気になるよね。いろいろ、こうやって書かれて、あ、もう売ってんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんだよね。ちょっとお兄さん、冷蔵庫開けて製造日ちょっと確認してくるわ。ちょっと待っててくださいね。
はい、お待たせいたしました。ですね、製造日書いてませんでした。書いてたのはね、賞味期限かな、消費期限かな、2016年の7月までっていうのと、2016年の9月までっていうことで、まあ、いつ作られたもんかわかんねえけれども、うん、まあ、なんだ、味っていうかね、この内容物の表示、これに関しては、まあ、一切同じだったよね。うん。まあ、いうことでね、これまでウェイパー使ってきたよっていう人はね、装備シャンタンデラックス、今度からはね、この白いカンカンをね、みんな買っていこうね。で、この赤いカンカン買ってってね、なんかちょっと味変わったよなっていう場合はね、この装備シャンタンデラックスの方にね、みんなで移っていただければ。お兄さんもね、まあ今あるカンカン使ってしまったら装備シャンタンデラックスをね、探してね、いろんなスーパーに出向いたりなんだり、していきたいと思いますね。そしたらね、お兄さんね、この、左のね、一番こっちにいるんですけれどもね、うん、お兄さんまた今度ちょっとトイレ行ってね、休憩してからまた動画撮りたいと思います。ウェイパーね、皆さん使ってね、料理、ね、もし使ったことがないという方、ね、この際ね、ウェイパーなり、装備シャンタンデラックスなり、ね、驚くほどね、まず如実に現れるが、チャーハンの味、これね、マジでね、中華飯屋に行った時のチャーハンと同じくらいにまで美味しくなりますんでね、ぜひね、お試しいただければと思います。それでは、優しいお兄さんでした。失礼いたします。